と琉球アスティリアのゲーム VTR で振り返りたいと思います。さあまずダブルス、町三部組が吉村真春、キルクリユート組を相手に勝利を収めるというゲームでした。共に、2対0だったんですけど、11対10というカウントだったんですけれども、差はなかったんですけどもね。そうですね、やっぱり全日本優勝した三部選手、調子よくて、先輩の町選手と組んだ、本当にザ・青森山田、そうですね、足を使ってフォアハンドで攻め込んでいく、そういったダブルのペアリングが非常に良かったと思います。はい、青森山田高校の出身の2人が第1マッチダブル取りまして、今度は第2マッチは吉村和弘と、和弘が中国ラバーで、初めて試合に臨んで、ちょっと慣れるのに時間がかかってたのかなと思って、ボンミスも出てたんですけど、ちょっと調子が上がらなかったですね。そうですね、もっともっと打てるボールあったと思うので、そういったところを見逃さずに打っていかなければ、やっぱりもう今カットマンなかなか男子で勝つのが難しいんで、はい、ちょっと攻めも単調だったんですよね、中世局ね。そうですね、攻めてたんですけども、フォアサーブ出してからとか非常に攻めてくるのが分かりやすかったですね。そうですね、はい、ということで吉村和弘がまず取りました。続きまして第3マッチは吉田雅樹と吉村真春は、これは見応えがある試合でした。はい、2ゲーム、吉村真春が先行したんですけど、3ゲーム目以降、どうなんですかね、上田がアドバイスしているのが非常に良かったのかなと、戦術がすごく台の中中心、はい、早く攻めようじゃなくて台の中のことをしっかりやって、相手の失点も拾いながら、はい、対応してミスを誘いながら要所要所で思い切ったプレーをするという、本当に吉田雅樹のいぶし銀 の、はい、プレーが見られました。そうです ね、本当になかなか戦術変更とか相手に慣れさせないとか、派手さはないんですけど、派手さはないですね、本当に、はい、でも渋かったです。そうですね、はい、吉田雅樹が取って、この段階で岡山リベッツの勝利が決まりました。はいはい、そして第4マッチは町飛鳥とジャン・ジーワンでしたが、ジャン・ジーワンもちょっと単調になってたんですけど、はい、やっぱり試合が終わってみれば強かったなと。そうですね、はい、両ハンド、前卓球台から離れない、打たれてもカウンタードライブで返す、やっぱり一つ一つの技術の高さ、そうですね、はい、それを感じさせざるを得なかった、はい、そんな内容だったと思います。ギリギリマスターJuan Jiyuanが町飛鳥を下して、第4マッチはJuan Jiyuanが取って、マッチカウント3対1で岡山リベッツの勝利ということになりました。